ハルト、準備ができたから行くぞ。で、どうかしたのか？はあ？何を言ってるんだ。いいからさっさと車に乗れ。悪いが、これをハンガーにかけておいてくれ。お兄ちゃん、またお父さんに怒られたんだって？危ないことしたらダメだよ。お家のことは私一人でも平気だから。もうすぐご飯できるから手洗ってきてね。そんなに気にしなくていいからね。本日、アガルタ中央駅前にてアウトキャストによる違法な魔法使用事件が発生しました。幸い死傷者は出なかった模様ですが、ビルのガラスが割れるなどの被害が出ました。これを受けて魔法否定論がより活発になる恐れがあり、捜査中の事件についての情報を一般人のお前にペラペラ喋ると思うか？お前が気にするようなことじゃない。それより暇なら腹ごなしに付き合え。もっと肘を上げろ。そんなんじゃ痛めるぞ。いいぞ、その調子だ。
肘の痛みを甘く見るな。一度癖がついたら完全には治らないぞ。魔法なんてものがなかったら、もしかしたらお前も俺と同じように汗水垂らしてグラウンドの上を駆け回っていたかもしれないな。何をブツブツ言ってる。また小難しいことを考えてるのか。どうって、最初は驚いたが、目の前で見せられたからは、ああこういうもんもあるんだなとしか思わなかったな。他にどうしろと言うんだ。実際に周りの人間が魔法を使い始めたんだ。受け入れるしかないだろう。そりゃな、俺はお前と違って魔法の素養がほとんどない一般人だからな。何か変わったって実感は少ない。変わったのは仕事が増えたってくらいだ。魔法を使って犯罪を起こすバカが後を絶たないからな。魔法があろうがなかろうが、人間は犯罪を犯す。はるか昔に法律が作られてから現在に至るまで、それは変わりようがない事実だ。ただ魔法ができたせいで、そのボーダーラインが下がってるってだけの話だ。他人にできないことができるようになったら、やりたくなるって気持ちはわからんでもない。
同じだな。突然手に入れた力のせいで、まるで自分自身が強くなったと錯覚する。錯覚して羽目を外したくなる。お前も人ごとだと思うなよ。わざわざ事件に首を突っ込むのもそれと同じだ。別にフィクションと違って悪が正義を飲み込むのなんて現実世界じゃ日常茶飯事だぞ。お前の見ていないところでは今も正しさは失われ続けているんだ。呆れるくらい頑固だな。だからって魔法を使って騒ぎを起こしていいとは言えないぞ。少なくとも俺の立場からはな。俺の立場がどうのじゃ。いやまあそれもまずいんだが。お兄ちゃん、お父さん、リンゴ切ったよ。ラスト一球。悪い悪い、少し力んでしまった。アルト、いろいろ言ったがこれだけは覚えておけ。人生ってのは野球みたいにラインでファウルとフェアがきっちり区切られているわけじゃない。何が正しくて何が間違ってるかなんて言ってしまえば誰にもわからない。だから俺たちは自分自身を信じて、自分が打った打球を信じて走り出すしかないんだ。それだけは忘れるなよ。